日常点検から1ヶ月ごとのメンテナンスポイント。エンジンルームは健康管理の総合案内書。自分の目で状態を確認、これだけでも安心度は変わる。一昔前に比べると信頼性は大きく向上したとはいえ、やはり定期的なメンテナンスは不可欠なもの。大丈夫だろうと油断してメンテナンスをおろそかにしていると、出先などで思わぬトラブルに遭遇してしまい、後悔することにもなりかねない。転ばぬ先の杖ではないが、各項目を適正なタイミングで点検するのが必要だ。点検と聞くと身より身構えてしまう人もいるかもしれないが、その第一歩、目安として1ヶ月に一度のペースで目を配っておきたいのは、タイヤやヘッドライト、エンジンルームの状態を一通り確かめるだけでいい。きちんと走行できる状態かどうかを自分の目で確認するだけでもトラブル防止には効果大だ。また走行中に乗り心地がおかしくないか、異音などがしていないかなどの確認も、日常いつでもできる点検と言えるのだ。普段から自分の車の正常時の走行音を知っておこう。何か違和感を覚えた時の基準を持っておくことは大切だ。タイヤ空気圧、定期的に空気圧のチェックを。路面をしっかりとグリップすることが求められるタイヤは車にとって極めて重要なパーツだが、その割にはチェックを忘れることも多い。特に空気圧が極端に低くなると、ハンドリングの悪化や燃費性能の低下だけではなく、高速走行時のバーストなど重大事故を引き起こす可能性も。こまめに空気圧を確認するのがおすすめ。ただしエア補充できる環境下でないと、チェック時のエア漏れがかえってあだになることも。エアゲージは簡易タイプならそれほど高価なものではないので、一つ所有しておくと便利。タイヤが温まる走行前に計測しよう。車ごとに指定の空気圧は異なるが、ドアを開けた際のビーピラーや給油口などに記載されていることが多い。その場でタイヤに空気を送り込むことができる足踏み式フットポンプは、増減圧の調整も可能。あるとかなり重宝する。ランプバルブ、不意に寿命を迎えるものばかり、まめなチェックが必要。ヘッドライトやウインカー、ブレーキなど、車には用途や形状が異なるかなりの数のランプバルブが使われている。明確に交換時期が定まっているわけではないが、ある程度の個体差はあるものの、劣化により寿命を迎える。そのため短いスパンで目視による点検は必須だ。どれも重要な役割を果たすもので、箇所によっては整備不良で違反となるものも。玉切れを確認したら速やかに交換しよう。ヘッドライトのバルブ交換は、車種によっては奥まったごちゃごちゃしたところにライトユニットがあるため、大掛かりな作業が必要になることも。同じ用途で使用されるランプでも車種によってバルブの形状は異なる。さほど価格の張るものでもないので、万が一の際に備えて予備給を持つのもおすすめだ。点検・交換履歴を残しておこう。車の点検は万全を期せば期すほどチェック項目も増えていくため、作業中に混乱することもあるかも。限られた時間で効率の良いメンテナンスを行うには、点検した箇所や部品の交換履歴などをノートやタブレットに記録しておくのがおすすめ。特に油脂類やベルト類などは履歴があると計画も立てやすい。グーネットピットはとっても便利。事前予約で待ち時間なし。ネット予約だから手続き簡単。パーツを送って作業を受けられるから楽ちん。予約するならグーネットピット。